今日はですね、タッカルビを作ってみたいと思います。チーズタッカルビはよく聞くんですけどね、要はタッカルビにチーズを入れたチーズタッカルビ、今日はチーズを入れませんので普通のタッカルビです。鶏肉を昨日の夜からタッカルビのタレに漬け込んでいました。それでは料理を始めます。ごま油、ニンニク、黒米を弁当箱に入れていきます。今日もね、この弁当の上に肉を乗せていきたいので、ご飯を入れるとつまらなくなります。カシュカシュこんなもんだ。OK。では、もう一度いきます。まあ、いい色になったっていうか、これは辛いのかな。キムチも入ってるしね。タッカルビで鶏肉もやるんだね。まあ、肉なら肉で同じなんでしょうけど。はい、次に火を通して炊くパンを入れます。はい、出来上がりです。あ、そうまんな、もう過ぎたっちゅうのにいや暑いですわ。謎いう会話があちこちで聞かれてるんでしょうが、今日も再び外飯動画、今日激アツです。もうマスクの肩がね開けとして残るようなイメージです。で、今日は何を食べるのかというと、弁当、タッカルビか、タッカルビ弁当、チーズ入ってないんでチーズタッカルビにはならないんですけど、鶏肉でタッカルビも名前がうまそうだったんで昨日から中につけていました。
はい、すいません。あ、それでは、いただきたいと思います。タッカルビ、うまいんだよね。うん。うん。うまい。うわ、うまいのか。汚いのね、ピリ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 感、これがあってキムチも入れたんで、すごい食べやすいです。弁当箱の中身に対してゴーゴーブロック、うん、まあでもあっという間に7月になったと思ったら8月ももう終わりですもんね。うまい。鶏のタッカルビ、ぜひおすすめします。美味しいですよ。ちょっと舌がピリピリしてくる辛さがありますね。ピリ辛。私はね、朝を食いたんだけど、全部買い足したんですよ。やっぱ暑さのせいかな。うん、夏の空気持ちいいですね。うん、
あ、暑い。めちゃくちゃ暑い。すごい食べ汁がありますね。これが駅弁だったら、まあ、600円かな。あとこんだけになっちゃいました。あ、涼しい風が。あの、カキが鳴ってますね。青い身だけど。すぐ、すぐが見れるけどね、これ。いや、うまいわ。たくさんうまい。
チーズない方が好きかもしれないね。この方が肉を炒めてるっていう気持ちになりますからね。もう夏の終わりなんですよね。この夏は何もできなかったね。考えたことがいっぱいあったんだけど、僕もね、タイミングを逃したというか、暑くてもう進めしは最高ですね。まあ、いくら暑くても動画は撮れるんですけど、寒いとね、これは厄介ですね。やっぱり成功です。うまかったです。もう種について一晩置いて、あとは焼くだけですからね。好みでニンニクとか、キムチを入れたら、もっと美味しくなります。チーズ好きな人はチーズ入れて、チーズは苦手だなという人はチーズ入れなくても十分美味しいです。止まんなぁ。じゃあ最初に戻りますわ。とにかく今日も染め地は美味しかったです。それではごちそうさまでした。